浜ゆっこです。ひでゆくです。今日は駿河銀行 D バンク支店についてお話ししますの巻。はい、口座振り替えをするとポイントがもらえる銀行はいくつかあります。で、いろいろある銀行の中でも一番ポイントがもらえるのが駿河銀行 D バンク支店になります。今日はその駿河銀行 D バンク支店についてお話ししたいと思います。ちなみに僕はこれを作ろうと思っていろいろ調べました。今日はその調べたことをお話ししたいと思います。 D バンク支店の中には2つあります。 G ポイントクラブとスマ口座です。どちらか1つしか解説をすることができません。どちらもそれぞれメリット、デメリットありまして、作るときはどちらかを選ぶ必要があります。概要欄にそれぞれの口座解説するためのページの URL を貼っています。それではそれぞれ説明していきたいと思います。口座振り替えで一番ポイントがもらえるのが G ポイントクラブになります。ポイントは G ポイントがもらえます。G ポイントは T ポイントやポンタポイント、V ポイントなどいろいろなポイントに交換できるポイントです。5件までは1件につき5ポイント、6件目以上は1件につき10ポイントもらえます。G ポイントクラブのメリットはなんといっても6件目から10ポイントもらえることです。この1件で10ポイントもらえるのは今ある銀行の中で最大のポイント数になります。そしてすごいのがもらえるポイントに上限がありません。口座振り替えをすればするほどポイントがもらえます。デメリットとしては1件あたり150円以上でやる必要があります。ただ150円というのは金額も少ないのでそこまでデメリットではないかもしれません。そして次はスマ口座について説明します。スマ口座は口座振り替えとペイ系にチャージで1件につき5円もらえます。 G ポイントクラブと違うのは固定で1件につき5円であること、そしてペイ系へのチャージで5円がもらえることです。5円もらえるチャージの対象はペイペイ、プリン、ラインペイ、メルペイ、 D 払いになります。メリットはポイントではなくてお金がもらえることです。ポイントではなくもう手っ取り早くお金が欲しいっていう人はこのスマ口座がぴったりです。さらに口座振り替えの1件あたりの金額の制限はありません。なので1円を口座振り替えしても5円もらえます。あとは先ほども言ったんですけどチャージでもお金がもらえることです。 G ポイントクラブは口座振り替えでしかポイントがもらえなかったのでこれはスマ口座の大きな特徴です。そしてデメリットはチャージは1件あたり1000円以上が特典の対象になることです。また1ヶ月の特典は口座振り替えとチャージ合わせて500円までとなっています。ただ上限の500円まで行くためには100件が必要なのでなかなか難しいとは思います。そんなに気にしなくてもいいかもしれません。以上のことからポイントよりもお金が欲しいっていう人はスマ口座、ポイントでもよくて1ヶ月に口座振り替えを6件以上できそうだったら G ポイントクラブ、できそうになかったらスマ口座でいいかと思います。スマ口座のチャージで5円もらえるのは結構面白くて、スマ口座からペイペイにチャージして、でそれをペイペイ銀行に出金してそれをスマ口座に戻すということができてしまいます。スマ口座から始まってペイペイを経由してまたスマ口座に戻すっていうこのお金の循環をぐる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 回すことができちゃうんですよね。でそれで1件につきお金が5円もらえると、これができるのは結構魅力的かなと思っています。ただこのぐるぐる回すのが自動化ができなくて手動で頑張るしかありません。ですので、まあ、頑張ればチャージだけで月上限の500円もらえるんですけど100回チャージしないといけないのであまり現実的ではないかもしれません。といってもペイペイからペイペイ銀行に出金してあげることでぐるぐるできるのはまあ結構いいなと思っています。でそして口座振り替えなんですけど、口座振り替えは自動化できるんですよね。自動化できるのでそれで毎月自動でポイントもしくはお金がもらえるようにするのもいいかもしれません。定額自動入金機能のある銀行を使えば毎月自動で口座振り替えができます。例えば住信 SBI ネット銀行の場合なんですけど、こんな感じで住信 SBI ネット銀行に入金することができます。これを駿河銀行からお金を持ってくるように設定してあげればいいわけです。他にもイオン銀行、 AU 自分銀行、ソニー銀行、 PayPay 銀行が定額自動入金できます。最近円定期金利 10% で話題になった住信 SBI ネット銀行のネオバンクも使えますね。そして定額自動入金機能で入金した後に手数料無料で駿河銀行に自動振込できれば完全に自動化できますね。以上のことから定額自動入金と自動振込機能があって振込手数料が1回以上無料にできる銀行を持っていれば
完全に自動化することができます。住信 SBI ネット銀行だったら誰でも振込手数料の無料回数が1回以上は絶対あるので完全自動化することができます。あとは面倒くさくなければクレジットカードの引き落とし先を駿河銀行にしても件数が稼げますよね。まあそう思うと駿河銀行をメインバンクにしてしまえば一番手っ取り早くポイントが稼げるかもしれません。ただ僕はさすがにそこまではできないので定額自動入金を使って毎月自動でポイントがもらえるようにするくらいかなと、それくらいがいいかなと思っています。ということで僕はですね G ポイントクラブの方を開設しようと思います。スマ口座のチャージでお金がもらえるのも魅力的なんですけど、僕はね自動で勝手にポイントがもらえるようにしたいので G ポイントクラブにすることにしました。で実際に申し込んでみたんですけど G ポイントクラブはある程度はネットで入力できるんですけど、最後にプリントアウトしてそこに名前書いたりとか印鑑をして、で本人確認書類をプリントアウトして郵送するっていうのをしないといけないんですよね。それがねちょっとめんどくさいです。スマ口座だったらスマホだけで開設できるみたいなんで、まあこっちの方が楽ですよね。皆さんだったらどちらを開設しますか？もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。 G ポイントクラブとスマ口座、これどちらがいいということではなく人によっていいものが違うので自分に合ったものを選んでいただきたいですね。まあ本当そうですね。自分のライフスタイルだったらこっちの方ができそうだなとか、自分の性格的にはこっちだなっていうのを選ぶのがいいかなと思いました。はい、というわけで今回は駿河銀行 D バンク支店についてお話ししました。浜井子と秀幸がお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー、バイバーイ。バイバーイ。